行くぞが守る城ならたやすいと攻めてきたな。乙女を侮った罪は重い。その少年絶対に正してやる。出会った頃の松にも勝る熱気だ。俺たちだって少しはやれるところを見せてやろうぜ。なあ、実際俺らそこそこ鍛えられちゃってるから強いぜ。やれやれ、あらぬ杖も残っておりませぬか。お前ら金一つも守れず国を守れるか。主人公ダメだよあんたら。見とれちまう。河原なでしこの花言葉は定説。守ってみせます。侮るな。いいに刃を向けたこと松代まで後悔し続けろ。前田歌舞伎の1枚目2枚目見せつけてやるか。ああ、お前どこだってついてるぞ。叶うと思っていたのならいかにも愚かな楽観よ。俺たちの思いっきりは日の本一だ。男の手に腰が入ってないぞ。飯でも炊いてろ。お任せを。虫取りなでしこの花言葉は罠。逃がしません。よく見抜いた。そう、弱点は俺たち男衆だぜ。まったく不甲斐なし。お前は今日は飯抜きよ。許して。それがしに才はない。だが強くあるための努力はできる。まとめてかかってこい。いくらでも耐えられるぞ。行くぜ。お前らが本当の無敵を知るのはこれからだ。一撃必殺、まさに効果は抜群ですな。男には何をしても全くダメだという時がある。ただがむしゃらに戦うは乙女の戦にあらず。なお虎様もお婿さんもらったら少しはないないない。これがマタタの槍さばきだ。なでしこの花は散ってなお気高く美しいんだ。なお虎様、普段はかなり怖いけどさ、たまにもっと怖いんだよ。うちの女衆に手を挙げやがって。あいつ見上げた根性だぜ。まともな男などめったにいない。よく覚えておくんだぞお前たち。はっ、私の弱さ、乙女の弱さなんかじゃない。こんな衆の奴らずっと俺たちのこと見張ってやがる。
護衆は陣形を組め。行くぜ撤退の陣。天下創生、まこと途方もない話だ。殿、同志を降りても戦は続けるんですか。コテンパンにやられるのには俺たち慣れてるんだよね。食った分働かないとな。なんとの男がこれでどうする。気絶したままでも立ち上がれ。喜んで。男衆だって私の戦いを見ればいつか誰か兵の手当てを。私がやるとその傷を広げてしまうからな。何を驚く。勇ましい乙女がそんなに珍しいか。私に立ち向かう勇気を。私が倒れて男衆に示しがつくか。よっ、槍の技だ。いや、ほんといい奥方様に巡り合いましたね。お見事な無双ぶり。槍の股座未だ健在だった。その獲物、技者だな。お前には過ぎた代物だぞ。両親にして最強の乙女、それが直虎様なのです。いいな、この松様に叱ってもらえて。
男はただのハレンチな獣だ。このアイコこそ武田氏本当の獣だ。お前が歩むのは汚れなき乙女の道、その先にて私は待つ。男がのさばり、涙するのは乙女ばかり。国の行く末、もはや男などに任せておけない。私は直虎、誰よりもひたむきなる虎だ。私にたどり着くとは、本気でこの国を狙っているな。いや、まさか私に気があるのか。奥方を、これからも大切にしろ。言いたいことはそれだけだ。ああ、もう大切にしているが、言われたからにはもっと大切にするぞ。私が倒れたらあの子たちはどうなる。まあまた会うこともあるからな。松を守り、平次を支える。これは飯を食ってる暇もないかもな。いやいや、それは困るぞ。腹減った。松。